マーケットアナライズオンライン20227月2日土曜日開催。 早速参りましょう岡崎さんの今週の注目ニュースお願いしますはい。あのどんどん時代が変わっていってですね、はい、つい一ヶ月前二ヶ月前とは違う世界があ今起きているというそれをまざまざと見せつけられるニュースを二つお見せしたいと思うんですがまず一つ目のニュースはですね、えー、海外に住んでいる方々の非居住者たちの体内中長期再投資のデータが、はい、財務省が出るんですこれ周辞で出してくれるんですねで、どういうことかというと海外の投資家のこれ日本の国債 日本のの債債券券でですすね債投資のバランスですマイナスになるってことは売り越しでプラスになるっていうことはこれ買い越しなんですが見てもらうと6月のですね12から18日の週に4兆8,000億円の過去最高の売り越しを記録したということですね、うん、上のグラフですね。で 今年になってからの累積を見てみるとだいたい7兆円ぐらいの売り越しになったという感じなんですねで、まあこれ4兆でそれが7兆で4兆8兆7兆ですっごいお金だなと思うかもしれないんですけれども、まあ 当たり前ですけどもそれだけ海外の投資家は日本に大きなお金を取り込んでてですね、はい、債券にもかなりのお金を投資してそれをどん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 流出させている売っているという形になるんですねで、どれぐらい海外の投資家が日本に投資しているかというとこういうデータになりますこれは日銀資金循環表の2021年12月末全体で847兆円 えー、金融機関が多いものですから貸し出しとかもあるんですけども債券は約4分の1の227兆円持っています株が291兆円あと株以外にもあの当然のことながらファンド投資とかですねいろいろありますけどもそれは現金その他のとこに入ってますから実際には大体、えー、いい700兆の時価総額の半分持ってますから350兆ぐらい持ってると思うんですけれどもそんな感じです。でもポイントは兆兆兆円円持っってている兆円のうち今年になってから7兆 ちょっと売り越したというそういうい絵になるわけです、ねはい、でその227兆円のさらに細かく見るとどんな債権持ってるのかというとほとんんどが短期国債なんですよ、はい、手形ですねこあの日,銀あの日本国が発行するものですけれどもね国政府の短い資金繰りのために使われるものですがやはり中長期の国債先ほど出た財務省のデータでカウントされたところを85兆円持っていると。えー だから多分おそらくもう1割ぐらいは売ったんでしょうね、えー 1>, えー、1割ぐらいが売っていて、まあ、これについては、まあ、長山さんに確認する必要もないかもしれませんが、これ、世界の金利が上がってるわけですから、はい、日本の国債利回りが著しく低い、一等、はいはい、的に0.25%でピン止めされている割高になっちゃったということだから、当然、資金は流出している、はい、この考え方は間違いないですよ、はい、いね。な、はい、で一応このニュースを受けながら これ、今今のニュースなんですよ。<っ>で、同時に今週二十二日に、その先ほどのデータの前日に。日本銀行がですね、金融政策決定会合の議事要旨を公表したんです。はい、議事要旨は、これは実はあの四月分の議事要旨なんですよ。うん、あの、この間終わってですね、無風に終わった。現状維持ですとか言って、なんだと、何、何もないのかよみたいな感じでいたんですが。その前回の議事要旨、一応これです。ちょっと映りますかね。こんな感じで。 はい、四月二十七、二十八に開催されたもの。はい、はい、ええー、四月二十七、二十八ですから、為替のレートで言うと、百二十七円八円ぐらいかな。うん、の話なんです。はい。で。ちょっと気になることがあったので。久しぶりに。読み直してみたんです。はい、うん。久しぶりに読み直したというか、ちょ、もう、改めて前回の話を、こう、きちっと読んでみたんですね。で、これ、こんだけありますから。うん、いちいち、え、皆様に語るのは、大変なものですが、文字ばっかりで、これ、グラフがないので。 長浜さんの本と違ってグラフがありませんので <laughs> 分かりにくいところがあるのでそもそもこれどういう構成になってるかっていうとこういうですねえと 5, 6, 7部構成になってます最初ですねあの報告があるんですねマーケット今ここううななっっててまますす経済こうなってますとそれから次にですね展望レポートっつってこれまあ FOMC でいうとですねあのセップと言われてる見通しですねこれと同じようなもんでこんなふうになっていくだろうという話です。だから1と2についいてはほんんど意味ないんですよこれ あんんまり気味ないんですよでもそれが5,700文字と9,370文字でほとんどがこれに費やされていて大事なところは3番目ですね、えー、金融政策運営に関する委員会の検討の概要ここを議論してるところです。はい、金融政策このままでいいのかとこれからどうやっていくのかというところなんですね。うん でこれやっていてそして4番目これも長濱さんに聞こうかなこれ日本独自で昔からある慣習ですよね政府から内閣府、はい、まあ財務省でしょうけどね、はい、出席者があってちょっとご意見述べられてるんですよ、はい、ね。そうで,ね、はい、で昔からのこれ慣習で釘刺してるのかもしれませんけど今回は788文字極めて短くてもっぱらウクライナ情勢についてのコメントが政府からなされました、うん、そして採決、まあ、これは万場一致94文字ですね。 でそれから経済・物価情勢の展望の検討もこれはもうち,ょち,ょちょろっとだけですそして議事要旨の承認というのは全回分ですこんな感じです。で問題はですねこの3番目なんですよ。はい、どんな議論してるのかでそのどんな議論をしているのかというのをちょっと皆さんにですね、えー、こういう形式でご報告したいと思いますますず最初の議論大きな項目として3つあります。 1>, 1つ目は先行きの金融政策運営の基本的な考え方、まあ、今のイールド株コントロール政策,政策ですけどもこれどうやっていくつもりかということですねこれについてはえっと7人の方がですね意見を述べていましたある委員はとかえ1名はとか別の人はとかこういうコメントが残っているのでそれをえ全部こういう形でですねえ列挙していますとえー、ざーっと読んでほしいんですがまあ全員同じですよこれ。 <laughs> <laughs> ね、同じ件なんですよ。はい、同じこと言ってんですよ。同じこと言ってしっかりやらないかんとで脱却しなきゃいかんとで変更加えないと持続性が大事だと粘り強くやっていくみたいな話ですね。でここでですね。 ちょっと意識的に最後の方の2%の物価目標を達成することがこれ困難な中っつったんでこの人困難って言ってんですね4月5月と4月も5月も全体で2.5%コアで2.1%なん、ま、で達成してるんですが困難であると。で「丁寧な説明を行うとと,ともに」とう「丁寧」という言葉が出てくるんですよ。先に言うとですね今回の議事要旨私が 私極めて私のちょっと歪んだ頭のですね政治の読み方でいうと「<laughs> 丁寧」という文字が一番回数多いんです,です6回出てきます丁寧という言葉が出てきます次の項目見てもらえますか。はい、次はこれ金融市場調節とイルド株コントロールの技術的な話ですね。これはですねさすがに日銀の担当者がおそらく意見を述べているんでしょう4人だけです。 えー、さっきのですね全体の議論にかんくあの比べるとですね減っています減っていることもあるんですけどもまあこれほぼほぼこれ同じこと言ってますね、えー、1番目の人も4番目の人もみんな同じこと言ってるとそして最後に 3, 3つ目の議論した項目がこれです、はいえー、為替相、えー、こちらはですね、えー、合計8名の方かな えー、いろいろ意見を言ってるんですが「えー、為替相場はファンダメントルの繁栄だと、ね」と「過度の、えー、変動はいけない」とかですね「物価の安定を、えー、果たすために運営してるんだ」と「為替相場のコントロール為替は目的じゃない」これ丁寧に説明するここでまた丁寧が出てきます。で資源価格為替相場ののの変動そのものを えではなくですねこれらが経済物価に与える影響を考える必要があるのはもそのはおりだとあとはギャップが大きいから円安がプラスになるとで下から3番目の方はわざわざ1つ目2つ目なんて話なんですけどこの方も丁寧にとで円安で景況感格差が1つ原因だとかまあいろいろありますけどもはい。 こここまででなんんすけども、はい、長浜さんこれ普通っすよねまあ普通だしあとこれね私実はあの金融政策決定会合に出席したことがある、はい、ある政治家の先生から聞いた話なんですけど、うん、あんまり言っちゃいけないのかもしれませんけどやっぱりその同じその審議員の中でも 発言の量が圧倒的にもう一部の人がまあかなり喋ってるらしくて、はい、果たしてその意見って実はたくさんあるけどこれってなんか同一の方がいくつも言ってる可能性も <laughs> 私はあるんじゃないかなっていうふうに思ったのと <laughs>、うん、あとはねこれ丁寧丁寧ってこれあれじゃないおそらくまあ円安で為替市場に対する意識が相当多分言ってたと思うんですけどまあそれが行き過ぎちゃったことによって、まあ、多分別のところへの配慮,が配慮が足りなくなって、まあ、結局ねあの為替のあの 値上げ許容度、うん、まああの問題になっちゃったのかなっていうところもちょっと今感じましたけどね、うん、ただねこの丁寧丁寧と六回も繰り返されて一応私たちはマーケットの専門家のつもりなんですよ専門家のつもりで為替のトレーダーたちもこんなこと分かった上でやってて分かった上で合理性を求めて円安にかけてるわけなんでで何か言ってこれ丁寧に説明する丁寧にコミュニケーションをするということは我々がバカだと言ってんのかと <laughs> つまり我々お前たちは 日銀がやろうととすることを理解してないな誤解してるから円安になってるって日本銀行は考えているんですかと、うん、私はそんなふうに勘ぐりたくなるんですよ。 ああの可能性はあるかもしれないですね <laughs> だからどん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 乖離してて <laughs>、はい、あ,のあの為替市場なんていうのは投機的なですねそのや野蛮な、えー、分かってわけの分かんない本当の経済を理屈を分かってない人たちがやってる世界でに嘘の世界なんだ135円は6円はと。だからそういう連中に対して我々日本銀行はもっと丁寧にああいう野蛮な人たちにも分かるようにコミュニケーションしなきゃいけないね、うん、という議事録になってると思うんですよ。 いませんね。私の方はちょっとこの辺 <laughs> あのちょっと怒りモードがあったんですけれども。はい、でも繰り返しますが、これ4月の27、28日の開催なんですね。で、今回は6月に開催されて、その時に為替は135円を超えた。136円だったわけです。次回議事要旨が出た時にもう1回皆さんにお伝えしようと思います。うん、この議論がどんな風に変わっていくか、えー、こんな風にみんなが同じことを言って、みんなが。 えー、為替市場のの連中がが分かかってないといとうモード変変わるのか変わるらないのかどん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 日本銀行の執行部が市場と乖離したままその乖離状態をずっと続けていくのかどうか、うん、この国の金融政策を預かる人たちがこんなふうにそういう人たちで集まってていいのかこの辺りのところ、まあ、ちょっと専門的な話になっちゃうので普通の新聞とかですね普通の。 地上波のテレビではできないと思うのであえて私は何回かまあこの会議が埋まってくるまで延々とですね「マーケットアナライズオンライン2 0 2 2 7月2日土曜日開催。